ピエン超えてパオン超えてシオン。全国の特命さんこんばんは、シアラ放送部のタグです、アドミンです。さあ今日なんですけど、まあちょっといきなりですが、僕実はメンヘラなんですよ。いやほんとね、自分でも嫌になるぐらい些細なことで落ち込んだりとか心配性になってしまう性格でして、かろうじてミンティアブラックと命の母で自我を保ってるんですけど、僕と同じように精神的に少し弱い方結構いらっしゃると思いますね。そこでタク TV は考えた、俗に言うメンヘラは人間だけなのかと。じゃあ本題です。結論から言いますと、弱肉強食の世界である動物界でもメンヘラとも言える生き物は存在しております。なので今回いろいろと調べてきました。ただ一つですね、そういった行動の習性があるだけで、まあ、メンヘラなのかどうかは分かってません。まあ、動物喋んないですからね。動物が私メンヘラだよって言ってるわけじゃないんで、こっちで勝手に解釈してるってだけですね。そんな動物界のメンヘラというのを早速紹介していきたいと思います。1つ目、深海アンコウ。はい、1個目これ早速マニアックな動物、深海に住んでるアンコウですね。皆さん知ってますよね。もう深海におる時点でメンヘラやろと思うんですけど、この深海アンコウは水深 2000m に住む生き物で、この子たちまだ深海なんで、まあ、真っ暗ですよ。だから真っ暗のスマホの光みたいな世界で生きてるんで、なかなか自分のパートナーに出会えないんですよ。なのでこの深海アンコウのオスはメスと出会いましたら、この機を逃すまいとかなりのメンヘラぶりを発揮します。まずオスがですね、まあ、メスを見つけますよね。そしたら何をするのか、初手思いっきり噛みつきます。いや犯罪なのよ。絶対に逃さないために思いっきり噛みついて離さなくなるそうですね。ほんでこっからちょっとホラーなんですけど、しばらくすると噛みついたオスはメスと融合します。なんでやねん。結婚じゃなくて結合するんですね。循環系ごと一体化し始めるんですよ。やがてそのオスというのが遺伝子を継承する過程で、目とかヒレ、そして内臓とかもなくなっていきます。そしてメスにくっついたまま、メスは自分で食べたものを最小限の栄養をこのオスに供給して生きながらえる余生というのを過ごすんですね。あのめちゃくちゃヒモ男なんですよ。結構グロいし普通にホラーですよね。別れたくないがゆえに束縛した挙句、尽くしすぎて彼女のヒモになってしまう系男子ですね。まあこれ人間界でも一定数いそうですよね。次です、2つ目、クモ。はい、これ次はクモなんですけど、これも実は動物界で最も常識破りな愛し方をする生き物だと言われています。それがですね、全てのクモがそうじゃなくて、ナーサリーウェブスパイダーっていう種類のクモがいるんですけど、その求愛行動っていうのが、オスは交尾をするときに相手のメスが動けないようにまず糸で縛る習性があるっていうのが分かってるんですね。動物界のS。これ実はしっかり理由があって、基本的にメスのクモっていうのはオスよりも体が大きくてかつ凶暴なんですよ。だからオスはね、基本的に交尾するってなったらまあまあな命がけなんですよ。ちょっと意味わかんないですけど、だから行為の前に、気持ちよくなる前に捕食されてしまうっていう危険があるんで、まあ、そういったことにならないためにまず拘束するんですよね。まあ、その中でも最も畜生な種類のクモもいて、これ日本にも生息してる銀メッキゴミグモっていうね、もうなんかちょっと名前で匂ってるんですけど、このオスはメスが他のオスと交尾をしないように生殖器を破壊するっていうことで知られてるんですね。自分以外のクモと交尾できないようにね。これが最も戦略的な生殖を行う生物の一つなんて言われてるんですね。めちゃくちゃ鬼畜でしょ。次です、3つ目、セアカサラマンダー。はい、お次はですね、セアカサラマンダーっていうアメリカとかにいる森林の山椒魚なんですけど、陸生のね。このセアカサラマンダーは最も嫉妬深い生き物として知られています。っていうのが、このセアカサラマンダーのオスが自分のパートナーのメスがちょっとでも浮気の疑いがあればめちゃくちゃ攻撃する習性があるんですよ。もう手あげちゃう。もう浮気を許さないどころか、メスが他のオスに近づいただけでも思いっきりしばくらしいですね。っていうのもあって、このセアカサラマンダーのメスはオスよりも天敵から逃げる能力が高く進化してきたとも言われてるんですよ。もうオスに嫉妬されすぎて自衛本能が進化したって言われてるんですね。嫉妬するぐらいだったらいいんですけどね。まあ、人間界の皆さんも DV 絶対ダメですよ。お願いしておきますね。次です、4つ目、カメ。はい、お次カメですね。あんまりそういうイメージないですよね。おとなしくて可愛いななんてイメージだと思うんですけど、これも実はイレギュラーな愛の形を取ることで知られています。それがですね、オスがメスの前にドーンってまず立ちはだかって、まあ、手を伸ばすんですね。顔の付近にこう手をゆっくり伸ばしたかと思えば、ものすごい速さで思いっきりビンタするんですよ。基本動きが遅いカメからは想像できないスピードでパンチ、バチバチバチって往復ビンタを繰り出す時もあるそうでして、これボンピングって呼ばれるカメの求愛行動だそうですね。完全に DV じゃないですか。ちなみになんですけど、これやってどうなるのか、この往復ビンタをした後に相手のメスが動きを止めたら OK らしいんですね。カップル成立らしいんですよ。なんか殴られても愛しますって意味なんかな。でやっぱこの求愛行動が見たくてカメを飼い始めたって人とかも結構いるそうですね。わー、かなりの変態には間違いないですね。次です、5つ目、クロコンドル。はい、お次はクロコンドルですね。このクロコンドル、さっきのセアカサラマンダーと同じように完全なる一夫主義なんですよね。ただちょっと変わった習性があることで知られています。っていうのが、このクロコンドルのオスの浮気が発覚するとするじゃないですか。するとそのパートナーだけじゃなくて他のクロコンドルたちからも総攻撃されるそうですね。こうやって不倫したら奥さんだけじゃなくて会社の後輩からもしばかれるっていう習性を持つのはクロコンドルと人間だけと言われてますね。不倫すると社会から攻撃
撃される、まあ、芸能人と似てますよね。まあ、だからクロコンドルの綿、性別6つ目ワシ。はい、ちょっとここで不倫の話は一旦やめまして、逆にものすごい一途だと言われてる動物紹介します。それがね、このイメージも皆さん硬派だと思うんですけど、ワシですね。特に白頭ワシっていう種類のワシはパートナーが亡くなるまで定説を守ることで知られてるんですよ。めちゃくちゃ一途なんですよ。ペンギンなんかもそれで有名って聞いたことあると思うんですけど、っていうのもとにかく鳥っていうのはものすごい一途なのが多くて、例えばアヒルとかガチョウとかはきちんとお付き合いしてから夫婦の関係になるっていう種類もいて、生涯浮気もしないし、パートナーが亡くなったりすると悲しんだりとか落胆したりするそうなんですね。だから自由の象徴が鳥みたいなイメージですけど、恋愛に関しては硬いんですよ。かっこいいですね。なのでとりあえず皆さんは鳥系男子の人を見つけましょう。次です、7つ目、ラッコ。はい、お次ラッコですね。可愛いですね。このラッコもね、ちょっと変わった求愛行動を取ることで知られています。このラッコのオスがメスに対して求愛をした後ですね、 OK をもらって即交尾するのではなくてですね、まず一緒に並んで波に揺られるんだそうですね。これすごいなんかロマンチックですよね。で、まあいい雰囲気で純愛な感じなんですけど、ここまでいざことが始まるとオスがメスの鼻にがぶりついて引きずり回すそうなんですよ。何があったんや、さっきまでのエモい感じどこ行ったん。これやってる理由が、交尾の際に体勢を維持するために行ってるらしいんですけど、まあなんかメスの中には噛まれた傷がひどすぎてしばらくご飯が食べれなくなるっていうメスも中にいるそうですね。かわいそうですね。次です、8つ目、ヘビ。はい、お次はヘビですね。これカナダに生息するガーターヘビっていう種類のヘビがいるんですけど、これもかなり変わってます。っていうのが、春になると冬眠からオスが目覚めるんですけど、1匹のメスに対して10から30匹ほどで一斉に求愛を取るんですよ。もうメスの周りに大量のオスが群がって、まあ交尾玉って呼ばれる状態になるんですけど、その中で交尾できるのはたった1匹だけなんですね。バチェラーみたいな。で、1匹のオスが幸運にも交尾を遂げることができたら、なんか周りの数十匹のヘビはそれを察知してすぐ諦めて、はい解散っつってどっか行くらしいんですね。なんかクラブに行ったら似たような光景見ますよ。次です、9つ目、オオカミ。はい、お次これオオカミなんですけど、まあ、ちょっとメンヘラではなくてメンヘラ仲さの動物なんですよ。基本的にオオカミもこの一夫一婦制で、メスは特にこう複数のオスと関係を持ったりしないんですけど、オスが亡くなったりとか群れから追い出されたり生殖機能がなくなったり、ちょっと男らしさがなくなったりしたら突然手のひらを返して次の相手を速攻で探し始めるんだそうですね。なんか切ないですよね。まあ、なんか子孫を残すために致し方ないのかもしれないですけどね。これ一番人間界でも普通にありそうですね。はい、というわけで以上が動物界のメンヘラ特集でした。最初に実は僕メンヘラなんですって話をしたんですけど、最後にメンヘラとは無縁の方のためにメンヘラの特徴を紹介したいと思います。1つ目、まず感情の起伏が激しい、かつ基本マイナス思考ですね。これはもう当たり前の特徴じゃないですかね。日常茶飯事マイナス思考ってわけではないんですけど、自分が強い感情を抱く、まあ、例えば友達だったり恋人だったりとか、そういったものが関係してくると、まあ、頭で勝手に最悪の想定をしてしまいがちですね。2つ目、人や物事に依存しやすい。はい、これはね、1つ目にもつながるんですけど、自分の周りの人だけじゃなくてタバコだったりお酒だったりとか、人によっては睡眠薬なんかも強い依存を示すパターンがあるそうですね。なので自分は依存体質だって自覚しておく必要があるということですね。で、ちょっと今のでも全く共感できなかった人のためにメンヘラになる原因もついでに紹介したいと思います。一つ言われてるのが幼少期の愛情不足ですね。まあ、人間っていうのは必ず誰からか愛されたいという生き物なんですよ。で、その愛情が欠乏するとどうしても周囲のもので必死に埋め合わせをしようとするというふうに言われてますね。2つ目、これもね、医学的根拠あるわけではないんですけど、メンヘラの方はストレスに蓋をするっていう傾向があるそうですね。ストレスをずっと溜め込み続けると絶対どっかで爆発するんですよ。なのでメンヘラの方はその蓋してきた部分が限界を迎えている現れなのかもしれません。で、最後もう1つ、まあ、これ全部共通するんですけど、周りもメンヘラってパターンですね。これ女性なんか多いかもしれないですね。人間っていうのはそんな強いものじゃないので、どうしてもその環境に影響を受けてしまいがちなんですよ。なのでいつも一緒にいる人にどうしても似てくるんですね。なのでパートナーとかいつも一緒にいる友達がメンヘラだったりするとその影響を受けていくと言われてます。つまりはメンヘラがメンヘラを生んでいるってことですね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。動物界の話でした。動物って何考えてるかわからないこと楽しいですよね。ちょっと最後に仲のいい友達のメンヘラエピソード話して終わるんですけど、僕の仲のいい友達が18歳ぐらいの時事故で入院しちゃったんですけど、そいつ曰く共通の友達関係で知り合った年上の女性とちょっと意気投合しまして、後日遊びに行ったんですけど、ほんならね、その子年上なんで車持ってて迎え来てくれたらしいんですけど、なんかちょいちょい言葉きつかったらしくて、なんか前走ってる遅い車とかに対してこいつマジ遅い死ねよみたいなこと平気で言うから、なんか今日会う前から雰囲気的に止まるみたいな感じだったのをちょっと嘘ついて断って、迎えに来てくれた場所まで送ってみたいなことをやんわり伝えたら、急に無言になってこう鼻をすすり始めて、友達はすぐに、あ、こいつメンヘラクレスだと思って外をずっと見てたらしいんですけど、そしたらなんで
なんで帰るっつってこうハンドルをねちょっとゴンゴンしだしたっつって、でそのなんでのタイミングでアクセルもこうたまにおるタクシー運転手みたいに踏んだり離したりぐんぐんしだしたらしいんですよ。これちょっとあって間もないのにムカつくな思って、もうちょっといいからここで降ろしてくれみたいな感じで強く言ったらしいんですよ。ほんならキンモっつって感情のバロメーターぶち上がったんでしょうね。そのまま気づかず信号を無視しちゃって、左から来たマーク X に横ぶち込まれたんですよ。やべえやつでしょ。それでちょっと足やっちゃった入院したんですけど、まあその時僕お見舞い行ったんですけど、お見舞いの品に24時間テレビのマラソンコーチの坂本雄二さんのあなたでもできるフルマラソン、あの有名人も成功した完走術、まあ、この本プレゼントしたらまあまあキレられましたね。ピエン。